皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。俳優の真田広之、63が主演し、プロデューサーも務めたハリウッド連続ドラマ、将軍将軍が世界的にヒットした。同作で優女役に抜擢されて熱演したのが、女優のコリー優香、コリー優香イコール33。将軍に認められたバイリンガル女優はインタビューで、 3分の映像でハリウッドデビューを射止めた舞台裏を語った。将軍は戦国時代末期、真田が演じる関東の領主の吉井虎ながらが覇権をかけ、攻防を繰り広げる戦国巨編だ。動画配信サービスのディズニープラスで2月に配信された第1話は全世界で900万回再生され、ディズニープラスで歴代1位の再生数を記録。 4月に配信された最終の第10話まで反響を呼んだ。無効うさとは周りの男性たちを虜にする遊女の大きく役。これがハリウッドデビュー作でもあった。反響は大きかった。SNS では一気に海外の人からのフォローが増えて、タイや中国の方が多かったです。頑張って日本語に翻訳して書いてくださったコメントや DM の中には、 漫画で日本語を覚えた方なのかお前やるじゃんみたいなメッセージもありましたと微笑む性格は快活でパッチリした瞳が印象的だこれまで NHK 朝の連続テレビ小説「まれ」2015年テレビ朝日系「相棒」17年近年では TBS 系日曜劇場「下国上球児」23年などに出演したが 将軍への出演は本人もまさかだった。ハリウッドでは役者が実際に演じた映像が制作サイドに送られ、選考を通過した後にオーディションに臨む。将軍ではキャラクターごとに役の募集があり、私は21年頭におきくの映像を撮りました。実際の劇中の2つシーンを演じた。2、3分の映像だった。制作サイドに送り、 それれだけで選ばれました苦笑ハリウッド作での出演決定に当初は本当と半信半疑だった21年10月22年6月カナダバンクーバーでの撮影に参加した制作サイドに起用の理由を聞くと芝居の良さはもちろんお聞くは小売さんというイメージしかなかったと言われた制作サイドが各遊女のイメージに合致した 日本のドラマや映画で演技を磨き続けたことも大きかっただろう。武将の貸し木屋節毛、貸し木屋節毛を演じた俳優の浅野忠信、50とは初共演だった。国内外で活躍する演技派が撮影現場で見せる姿に刺激を受けた。浅野さんは柔軟な方というか、ピリッとした空気になるかなと思ったけど、演出を受けたらわかりました。やってみます。 とフラットでした。韓国語を話せる10年くらい前に勉強しようと思って好きな韓国のドラマや映画を見ながらコツコツと覚えました他には YouTube で韓国の役者さんの5分くらいのインタビューの動画を繰り返し見て知らない単語は書き出して覚えまた動画を見る考えずに理解できるくらいまで見ました勉強開始から5分。 6年で日常会話ができるようになった。韓国の作品は出演したことがないので出演したい。もちろん日本の作品でも頑張りたいです。芸能界にデビューして11年、遅咲きのブレイクの予感が漂う。郡優香1990年9月24日生まれ、東京都出身。身長168センチ、2013年にデビュー、特技は韓国語。 ダンスシャミセン・どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。